前回は松本さんがその後長く関わることになる通信の世界との出会いについて語っていただきました。その後松本さんは再度米国に渡りベンチャーの世界で新たな挑戦を志したものの失敗してどん底に突き落とされる羽目になったとお聞きしています。今回はそのあたりの話をお聞かせください。はい、かしこまりました。以前からまあ私のことを面白がってくれていた方がね、伊藤忠のアメリカ会社の社長になられたんですよ。それでね、新しい部署を作ってくれたんですよ。エレクトロニクスをつってね。で、それを、そこの部長ということは、伊藤忠アメリカ会社のシニアバイスプレゼントになるんですが、そこにね、まあ私をまあ引っ張ってくれたんですね。で、ただエレクトロニクス部長といってもね、その時、まあ、大きく大活躍してたコンピューター部隊はですね、全く別なんですよ。範疇外なんですよ。もうそれはもうできて進んでることですから、新たにやる必要ない。で、私はとにかくコンピューターから身を外したエレクトロニクス。というと、結局通信と民生電子、コンシューマーエレクトロニクスになるんですね。コンシューマーエレクトロニクスっていうのは非常に難しい分野でですね、伊藤忠はそれまで何度もやったんですが、まあ、撤退してたんですけれども、これはね、私の最初の駐在の時の後任者で、杉山さんという人が非常によくできる人がいたんですが、彼がね、家庭用の衛星アンテナとかね、こういうものを扱う会社を作ってね、相当大きくしてくれてたんで、これはまあ、その分野はそこの人に任せておけばいいと。で、結局その通信なんですよ。で、再三申し上げてますようにね、通信というのはまあ非常にやりようがあるように見えて、まあ現実にそうなんですが、まあ難しい分野なんですね。で、ただね、希望が全くなかったわけではない。それは大きく分けると、私もね、そのやりようが全くないではないなとは思ってたんですよ。大きく分けると3つ大きな出来事、チャンスがある。1つは、アメリカでも日本同様、巨人 AT&T が分割されましてね、8つに分割されるんですよ。今 AT&T っていうのはその一つの、それですらないんですけれども、もう巨大な電電公社みたいな会社が分割されて、新しく7つの地方電話会社、地域分割しましたからね。RBOX っていう、リジョナルベルオペレーティングカンパニーっていうんですけども、その7つ新しいものができた。で、当然のことなんでね、彼らは独立して新しいことをやりたいんですよ。で、もちろん巨大な資金力持ってると。ここにね、なんとか自由市場的なアイデアを持ち込めないかということがあったんですね。会社の方も、まあ、私はそれを期待してくれてたんだと思うんですよ。これが一つ。もう一つはね、NTT。NTT は、伊藤忠にとって非常に重要な会社だったんですが、NTT も、自由化されて、民営化されてですね、アメリカに拠点を作ったんですね。で、その時にトップに行かれたのが、今でも私お付き合いのある後にドコモの社長になる立川さんという方なんですけれども、この方はまあもともと技術者さんでやられるし、まあアメリカ行ったらいろんな新しいものを発掘してされるだろうと。そうするとね、そこで、を日本に持っていくのは NTT が自身でやる、自己自身でやると思うけれども、その第三国に、私はまあ、イランやアルジェリアにまで出かけるような人間ですからね。まあ、それを、いろんな世界のいろんな国に持っていくっていうような仕事があるかもしらんなと。つまり、技術的な目利きは NTT さんにがやってもらえますから、それを、なんとか、第三国に持って、もちろん日本に持ち合わせがあったら持っていったらいいんですけど。そういうことがあったんですね。で、現実にね、私は、まあ、日本で、いろいろ
と応能してた時にね、これからは無線だと。今のまあ携帯ですね、まあ、まさしく無線の時代になっていったわけですが、その頃はまだ自動車電話って言ってたんですよ。今の 4G とか 5G とかいうあれから言いますと、言葉遣いから言いますと、1G のアナログだったんですよね。しかし、アメリカにはアンプスというシステムがあって、日本のシステムもまあそれにちょっと似てた、違うんですが、まあ、同じような系統の技術だったんですけれども、これもね、当時たまたまいよいよ自動車電話を始めようとしてた韓国に実は私は持っていったんですよ。でアメリカのメーカーはモトローラが圧倒的に強くてね、AT&T は事業としてはやってたんですが物を作りはしてませんでしたんで、モトローラが圧倒的に強くて、もう一社 EF ジョンソンという会社があったんです。トランクレディオとかそういう分野をやっている会社でね、ミネアポリスの方にある歩行系の地味な会社なんですが、まあ、技術力があったんですね。モトローラと EF ジョンソン2社しかない。そこへね、韓国がその新しく自動車電話をやるというんで、まあ、日本はもうかなり進んでたんですけれども、3社にライセンスを与えるということだったんですよ。その3社の1社は今の LG、 今は LG になっている金星電線という、まあ、大体韓国電電4社っていう、韓国の電電4社っていうのがありまして、2社は電線会社です。1つは金星、これが後の LG、 もう1つは大韓電線といって、これが後のデーウです。それからあと2社がサムソン、その時のサムソンはまだ小さかったんですよ。しかし新しく通信に入りたいということで、まあ、韓国の電電4社の中に入り込んだんですね。もう一つが OPC、オリエンタルプレッション、東洋精密という会社でですね、韓国で初めてソフトウェアをやってた会社だったんですよ。これが韓国電電4社。それに対して3つのライセンスがある。で、金星はですね、すでにモトローラと契約をしてた。それから三星はサムソンですね。サムソンは NEC とやろうということになった。あと残るは一つなんですね。でね、普通でしたら、その当時は私はまだ日本にいましたから、普通でしたら、まあ、日本のメーカーといえば NEC の次はもうパナソニックですから。だけどね、パナソニックに私がなんか韓国に行きませんかと言ったってね、それはもう、まあ、そのさ我々やるからと。ヨーダダも目に見えてるわけですね。で、それでそのアメリカの田舎の EF ジョンソンという会社に目をつけてですね、たまたまこの会社は資金繰りちょっと苦しかった会社なんで、銀行にをかなり頼ってたんで、その銀行家の人に紹介だけしてもらって、日本からわざわざ遠いミネアポリスまで行ってですね、韓国ライセンスするけどやりませんかって言ってこんにちはって初めてです。まあ向こうも半信半疑だったけど、まあ一応乗ってくれたんですね。でアメリカ人連れて行って、でこの韓国の方もこの分野では、全く土地勘がありませんでしたから、たまたまちょこっとたまたま街で会ったような人ですよに、その紹介、オリエンタル OPC 中会社を紹介してもらって、そこに持って行ってね、でああだこうだっちってやって、アメリカ人と韓国人の間に私入ってですね、なんだか知らないけど、まあ、その、最終的に合意に達したんですよ。まあ、今だから言えますけれども、そうなるとね、ロイヤリティ 5% EF ジョンソンが取るんですね。もう時効だからいいでしょう、ね、言っちゃっても。で、そうすると、そのうちの 1% は伊藤忠に触れとったって、私みんなやったんだから。というのがありましてね、で契約できたんですよ。面白いんですよ。ソウルっていうところは、まあ、非常に電波条件の山あり谷ありですから難しいところなんですが、最初のテストではね、この EF ジョンソン OPC 組の成績が技術的には一番良かったんです。一番良かったです。自動車に、あれですよ、アンテナを2本立てるんです。ダイバーシティ取るために。そういうこともやって、まあこれでね、ちょっと、その収入が入るなと思ってたんですがね、まあ、結果から呼ぶとね、
で、まあ、その前に重要なことがありますよ。その韓国の役所にも私も出向いてですね、アメリカのアンプスを入れた方がいいと。なんか日本を裏切ってるよじゃないかお前という叱られるかもしれませんが、まあ、食っていくためにはやらせてくれるところとやるしかないですからね。それでアメリカのアンプスの方がいいと。なぜならね、そのうちにね、アメリカはね、ものづくりあんまりうまくないから、韓国の提携先で物作りは韓国に頼むと言ってくるぞと。日本の場合は日本人はみんな作るから、だから韓国からわざわざ買うというようなことはないでしょう。実際長い間そうだったんですよ。これ今から40年ぐらい前の話ですからね。で、だからアメリカのシステムにした方がいいと言って、説得をしましてね、ライセンスを降りたと。まあ、こんな経緯があります。で、残念ながら、ね、まあ、思った通りそれ起こったんですよ。 EF ジョンソンはある日ね、なんか韓国でもううちものづくりつらいと、韓国で作ってくれんかと言ってきたんです。ところがね、ですからね、相手がもしサムスンだったらね、世の中変わりましたよ。で、私もそこからなんかいろんな新しい世界が開けたかもしれないんですがね、相手の OPC にね、それだけの力がなかったんですね。で、ソフトウェアを始めたということで、ユニークな会社だと思って目をつけたんですけれども、ものづくりができなかったんですよ。で、そのうちにこの会社も資金繰りが悪くなってね、で、両方とも弱くなって、で、結局ですね、契約ができたものの、実際のビジネスには、収入にはつながらなかったですね。まあまあね、それはお前が悪いんだと、そういう弱いやつを選ぶから、そういうことになるんだと叱られるかもしれませんが、そこが商社の、まあ、当時まだミッションエージェントだった商社の辛いところでね、強いところはやらせてくれないから、どうしてもちょっと弱いところとやらなければいかんという宿命があったんでね、残念だったんですが、まあ、そういう経験もありましたからね。アメリカ行っても、まあ、アメリカの新しい技術とか、いろんなものをその日本だけでなく、まあ、第三国に売っていくという仕事もあるかなと、まあ、技術的ないろんなエバリエーションは NTT の人に頼めるかなと、まあ、こういう漠然たる、まあまあ、思惑はあったですよ。しかしね、まあ、なんか根本的な大切なものが欠けてるよと思えてならなかったんですね。いやね、まあ、そういうことでね、まあ、日本の商社というのは世界に例のない、まあ、得意なものなんですが、この中で通信の世界とどう絡んでいくのか、まあ、通信というのも非常に特殊な世界なんですからね、どう絡んでいったらいいのかといろいろ思い、あぐねていたんですよ。そういう時にね、たまたまニューヨーク時代にね、付き合いのあったね、イスラエル人の友達がね、松本さんね、二つのことを言ってくれたんですよね。それでね、目の前がパーッと開けたような気がしたんですよ。それはどういうことかというと、まず第一にね、松本さんね、これからね、あんたベンチャービジネスっていうの知ってるかと。今だったら誰も知ってますけど、これ40年前ですからね。これ40年前ですから、知らなかったですよ。何ですかって言ったら、いやいや、これこれこうで、ベンチャーキャピタリストっていうのがあって、何でも新しいことをやるというので、いいアイデアがあったら、その子に金ドーンと出す、投資してくれるんだと。ああ、そうですかと。だから一方ね、通信の世界っていうのは今までも硬い通信の話だったんだけど、硬い世界だったんだけど、コンピューターのテクノロジーを使えばね、このやり方がガラッと変わってくると。これからのね、通信技術っていうのはコンピューターの技術だと。で、ここにね、これは新しいプレイヤーが出てくると。だから全く新しいプレイヤーが、新しい発想でいろんな通信機器を作っていく時代になるよと。あ、なるほど、そりゃそうかもしれんなと思ってね、私はね、もうその時にね、これだと思ったんですよ。それまでいろいろ思いあぐねてましたからね。
これだと、これでね、地獄で仏に会ったような気がしましたよ。ところがね、結果から言うとね、この地獄まで出張してきてくれる仏様っていうのはね、ちょっと怪しい仏様なんですよ。結果から言うとね、これはね、ね、まあ、偉い目にあったんです。結果から言うとですね、これでまあ、もう私は大失敗したんですね。大失敗したっていうか、やっぱり、その、間違ったんですね。まずね、その、ベンチャーというのはその通りなんだけども、あれはコンピューターだからうまくいくんですよ。コンピューターの世界っていうのは新しいものがどんどんできるし、相手は情報システムですよ。コンピューターの使い方自体が、その、新しく生まれるわけじゃないですか。一方ね、通信というのは通信システムがあるわけです。牢固としたものがあるわけですよ。そこにもがっしりした組織があって、会社行ったって電話システムをやってるのは総務部なんですよ。さっきも話したように、通じなかったら大変なんですよ。そんなきらびやかな新しいものは怖くて触れないんですよ。コンピューターの舞台は違いますよ。なんかひょっとしたらこれをできて、なんかとんでもない新しいことができるかもしれない。今までの仕事が人間でやってるのがガーンと合理化できるかもしれないという世界でしょ。だからベンチャーのその余地があったとか、新技術が短期間のうちにガーンと乗し上がれる素地があったんですね。そんなことはね、後で考えてみて分かることで、当時は分かりませんよ。それでね、それからね、当時ね、そのパナソニックでやってもらったんですが、だんだんまあ外されるそうで、ある日ね、私にとっては衝撃的なんです。なんか旅行してた時にね、その大向こうで売ってくれてたところとね、OEM でやってたわけですからね。OEM の、先と、あれの両方とも言った、ね、友人ですよ。二人で密かに話してるところに、たまたま僕がパッと入ってたら、急にふっとこう黙るんですよね。でそれはね、実はその時にね、次世代のね、もう、次世代の超新鋭の新しいビジネス用の電話システムをやろうという話が盛り上がってたんです。で、これ今知ってる人誰もいないと思います。この世でもう生きてる人いないと思いますけど、イーグルというシステムなんです。イーグルプロジェクトっていうのがあったんです。これはね、もう移動中は関係ないよねと、松本さんには黙ってこうと。まあそうですよね。だけどね、私はひどく傷つきましたよ、やっぱり。私だってやってる時はね、次のシステムはここまで来たら次はこうだなといろいろ考えるじゃないですか。それで、そういう話には寄せてほしいじゃないですか、一緒にこうだ、だと。でも、行くとこって。はあ、心は、しかしね、ビジネスっていうのはこういうね、こういうことから始まったらいかんですね。率直に言うとですね、私はその、実はエスコムというシステムを自分で作ってね、それはね、このイーグルでカット来たのでね、なら自分で作ってやるという気持ちがあったんですよね。これはね、話としては面白くてもね、ビジネスではそういう市場を入るべきじゃないですね。その後ずっと反省しましたよ。やっぱりカッと来て仕事をするというのは、まあ、たまには成功することもあるけど、あんまり良くないと思うと、仕事は冷静に考えなきゃいかんと思ったけど、そういうもろもろのことがあってね、アメリカに行って、まあ、いろんなことをやったんですが、当時もちろん、もう一つ NTT もね、NTT とは関係が深かったですから、いろんな意味でね、伊藤忠っていうのは、伊藤忠の仕事っていうのは、これも言わなきゃいけないんですけど、また次回言うと思いますが、NTT との関係というのが非常に重要だったんですよ。それでね、衛星事業とか、それみんな NTT と一緒にやったんで、で NTT のもうアメリカに本社持ったこともなんかやる。ジャマイカで一緒に仕事をやろうと。ジャマイカっていうのは、みんなね、英語がうまいんですよ。あれ、英語の国なんですね。他はみんなあの辺はラテン系なんですけれども、スペイン語なんですよ。英語ができる。それで、労賃安いよ。で、あそこでいわゆる電話応対とか、電話サービスとか、リモートサービスとか、そういうのをやろうというのがあってね。で、そのシステムは、現地の人と
NTT と伊藤忠で三者で合弁でやろうという話があって、そういうような話はいろいろあったんですよ。いろいろあったんですけれども、まあ、自分ベンチャーに投資をしたい、それから自分でもやりたいという気持ちが強くてですね、そっちの方にね相当傾斜したんですよ。結果から言うとね、これは、僕の関係したことだけではないけれども、大体において通信の世界で あのなんか新しいコンピューターシステムを入れようというのは ほとんど失敗してます。ほとんど失敗してます。成功してるのは逆にインターネットから来た人たちが成功してます。まあとは考えても当然そうなるべくそうなったんですけれども、当時はわからない。で、軒並みにいろんな会社、イスラエルの会社がいろいろやったんですがね、まあね、軒並みにダメなんですよ。でやってるだけでは自分でもやりたいと、さっきのイーグルの話がありますから。で、伊藤忠、コミュニケーションシステムという会社を作りましてね、で自分の、まあ、そこまであれしては、これがもう次世代の最も先進的なものだろうと考えてると、どん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 やっぱりこれもやったらいい、あれもやったらいいというのが出てきてですね、まあ、もちろんいろんな人の意見も聞きましたよ。で、ユーザースペックなんかは全部自分で書いて、それをね、シャープさんに作ってもらった。シャープの家電部隊で。で、今から考えるとね、コンピューターのシステムじゃないんですよ。家電とそれまでの電話システムを足したようなシステムなんだけど、これができたらいい、あれができたらいいというアイデアはみんな、本来ならばコンピューターでやる仕事なんですよ。当時ね、今、E メール、E メールって言いますけど、E メールという言葉を一番初めて使ったのは私だと思いますよ、E メール。というのは、この会社で作ったエスコムというシステムはね、いわゆるエグゼクティブとセクレタリーの毎日のあれを、で会社のオフィスの電話システムの中で、そこのグループだけの中で使えるシステムというので考えたんです。ちゃんとディスプレイがついて、ね、タッチスクリーンがないから、ディスプレイの横にボタンつけて、でディスプレイでいろんなことができて、メッセージやったりなんか、ポンと押すとキーボードが出てきて、クワーティーのキーボードが出てきて、これでやるとですね、メッセージが送れるんですよ。お二人帰ってくると自分のメッセージが、それまではピンクスリップってみんなメモ書きでやってたんですよね。そういうようなことで、まあ、格好はいいんですよ。格好はいいんだけど、それをね、コンピューターシステムじゃなくてね、作るというのは、考えてみたら全然変な話なんですよ。うまくいくわけのない後で考えればね。当時は分からないんですよね。やりたい、こうあるべき、こんなものがあったらいいなというのと、それを作るためのベースとなるテクノロジーという間に相当な乖離があってミスマッチングがあるんだけど、すっと考えただけだとできるように思えちゃうんですね。実際にできるんですよ。何ができないかというと、拡張性とかなんかできないんですよ。現実にね、このシステム作っても、シャープで量産までいっちゃったんです。それで、ライブにあったんですけれども、これを実際に売りに出すとですね、面白いけどさ、と、これまずいよね、と、こうしてくれ、合わせてくれ、今だと当たり前ですよね。普通だったら、まず、その試作をするとそういうのがあって、それで潰していくわけじゃないですか。ソフト書き換えればいいんだから。ソフトじゃないんだロムでみんなやるわけ、ね、シャープさん家電部隊がやったらロムはロムでもマスクロムって言ったんですよ。マスクロム量産してもう、焼き付けちゃうようなロム使う、そういうセンスの家電メーカーのセンスを旧来の電話システムをやってきた私のセンスと合わせるような世界ですから、それで夢だけは膨らんで、E メールができる、何ができると言ってね、当時ね、このシステムはダウ・ジョーンズが目つけてくれてね、ダウ・フォーンつってね、あれまでしてくれたんですよ。アメリカの国防省システム売ってくれたんですよ。システム買ってくれたんですよ。だけどね、それは全く拡張性がないんですよ。方々にいじってもね、面白いけどね、こうしてくれ、ああしてくれって当然出てくるじゃないですか。そんな全くできないわけです。だってソフトの書き換えでできないんだもん。だから全然トンチンカンなことをやったんですよ。考えるだけでも恥ずかしいですよ。で、それはね、売れなくなって、相手からいろいろやって、相手から聞いたことをメーカーさんに言って、メーカーさん、そんなことできるわけないじゃないかと言われて、初めて気がつくバカさ加減ですよ。ね、
運が悪くて失敗するっていうのは大したことないんですよ。自分で言い訳が効くから。自分がバカで失敗するっていうのは辛いですよ。やっぱり人間っていうのは自分が賢いと思うと嬉しいしね。自分がバカだと思うときが一番悲しいんです。それで、他の投資もうまくいかないしね。まあもう、まあ本社から見たらなんだ、やっぱりあいつ言ってることがおかしいけど、ひょっとしたら面白いけど、単におかしいだけかと、こうなるじゃないですか。評価なんかもうガタズプレリですよね。俺でね、こうやってると、物だけはメーカーさんはどんどん作って送ってきちゃうからね、もう在庫の山でしょ。もうどうしようかと思ってね。もう、当然のことなら、伊藤氏の本社はここまでは出すけど、これ以上はできませんよと、松本さん、当然言ってきますね。当然だと思う。だけど、当時はまあベンチャーのコミュニティと付き合いましたから、じゃあこれをベンチャー投資にして、やろうと思って、このくらいのね、バチッとしたね、プロスペクタスみたいに作りましたよ。もうほとんど毎晩寝る時間もないぐらい、他の仕事もありますからね。それで、やって実際にベンチャーキャピタルのところにもいろいろ行きましたけれどもね、やっぱり辛いの、それならなんで伊藤忠がやらないのとこうなっちゃうじゃないですか。だから生地伊藤忠のバックがあったことから始められたんですけれども、さて今度ベンチャーのコミュニティに行くと、それはもうマイナス要因になる。そんないいもんなら、まさにあんたのところがもっと金つぎ込むべきじゃないか。当然ですよね。でもどうにもならない。そしたらね、本社からね、私の後やってくれてた人が、来てね、若い人が来てですね、まあ、そもそもこれもしょうがないねと、会社は潰さなきゃしょうがないですねと、だけど、伊藤忠の名前で売っちゃってますねと、これサービスはせんわけいかんでしょうと、ね、そしたら松本さんね、これだけの予算を毎年出すから、まあ、申し訳ないけど、あなた一人でやってもらわなければいかんのだけども、それからどっかにその机一つぐらい用意しますから、そこでアフターサービスだけやってくれって言うんですよ。あれ、人生のどん底でしたね、これ考えられます。じっと待って、サービスだけやると。しかし、サービスやらなきゃいかんでしょとこう言われると、まあそうだし。弱ったなと思ってね、どうしたら、まあ、それで、あと、なんとかね、従業員も引き取ってもらいたいし、在庫も引き取ってもらいたいんで、これまでの分は損出してもいいんで、結果から言うと、カリフォルニアにある、その、新興会社に買ってもらったんですよ。でそれもね、それ、買ってもらうっていうの仕事大変ですよ。本社からね、もうあなたがいいから、そういうのは私がやるからって、本社から部長が聞くんだけど、それも絶対無理ですよ。そういう、その世界が違いますから。その夢を語らなければいかんわけです。実際夢はあるわけですからね。で、やり方が悪いんだけど。で、やっとね、カリフォルニアの会社に買ってもらって、で、在庫引き取ってもらって、サービスももちろんやってもらう。従業員もある程度引き取ってもらう。ということで、私は事業の身になったんですよね。もうほっとしましたよ。でただ、その会社には悪いと思う、嘘はついてませんよ、ある程度、まあ、正しく言ってるけど、じゃあね、心配事とかを全部喋ってるかと言ったら喋ってないですよ。やっぱりいい話は全部いい話やって、まずいところは全部正直には話してないですよ、嘘はついてないけど。で、あと、この会社がうまくやってくれたらいいなと思って、バイスプレゼントか、残しましたからね。残りましたから、体がうまくやってくれたらいいなと思ったけど、結局うまくいかなかったと思いますよ。だから、結局、私の話に乗ったために、この会社はね、新興の会社だったのに、まあ、相当損したと思いますからね、今でも心が痛みますよ。だから、やっぱり失敗はどんどんした方がいいよと若い人に言いますけれども、失敗というのは辛いもんですよ。人に迷惑を、何らかの形で迷惑をかける失敗というのは、やっぱり最後までね、傷として残りますよ。だからね、まあ、世の中の辛い思いは、もう、その時に一挙にしたようなもんですよね。でね、あるところでも話したんですが、当時ね、まだ初めてこう、頑張るぞという時にはね、Be creative or die というのをね、この会社のね、あれにしたんですよ。キャッチフレーズにしたんですよ。僕は伊藤忠の
シニアバイスプレゼントをやりながらこの会社の社長ですから、本当はこの会社の社長を誰かアメリカ人にやってもらいたい。誰もそんなやってくれないんですよ。だから自分で両方やらなきゃ。Be Creative第一条 その社長室のね、お室も2つあったんです。そっちもやって。Be Creative 第一条 のアメリカが独立したときに Be Free or Die, or Die。自由でなければ死んだ方がマシとか、ね、死んでも自由を勝ち取るぞというような意味ですよね。だからクリエイティブでないなら死んだ方がマシだと。クリエイティブでなければ生きていけないんだと、そもそもという趣旨で、自分ではいい言葉だなと思って書いてあった。会社がだんだんこうなってくるでしょ。もう、あ、そうもしれない。で、一番信頼してたバイスプレゼントのやつがね、社長室来たのにいつもこう見てね、で、この Be Creative or Die の or をね、ピャッとペケで消してね、and に変えるんです。Be Creative and Die だったら、クリエイティブでやったために死んじゃったと。こういう意味ですよね。強烈な皮肉な、もちろん仲いいんですよ。そうやって。僕は黙ってそれ消して、翌朝まで消しとく。また翌朝終わります。地獄ですよ。まあ、地獄を味わいましたよ。でね、10年なんかみんなね、だってお前はいいよねと。お前は、だって伊藤忠だから、またどっか行くんだろうと。日本とか帰るんだろうと言うからね、こっちも尺に触るからし、まあ本当に申し訳ないと思うかったら、帰らんよと、帰るわけないじゃない。どっかで仕事探すよと、お前らと一緒やと。こう言ってたんで、本当にそのつもりだったの。恥ずかしいしね。で、犯人、なんか戦犯みたいな顔して、居心地も良くないじゃないですか。それで一生懸命、人が一生懸命探し、やっと引き取ってくれる会社あるから、ほっとしましたんでね、その後も一生懸命一生懸命探しました。で、つまらない男のプライドがあるんですよ。伊藤忠で一応シニアバイスプレゼンツで何がしか結構いいの取ってるじゃないですか。なんかそのレベルをキープしたいというんでね。で、男っちゅうのはつまらんもんですね。つまらんプライドがあるんですよ。で、やっとね、もう今だから言いますけど、ノーザンテレコムって、もう今会社なくなっちゃって、当時はもう世界の、まあ、NEC クラスの会社ですよね。ジーメンスとかアルカテルとかノーザンテレコム。しかも、もう非常に新しい。これがね、日本で、それこそ、電電公社に交換機、小型の交換機でいいのがあって、それを売り込み。その工場、その事業部は、ノースカロライナやったんですね。そのノースカロライナの方に AT&T のやつが行って、それと、仲が良かった。彼が引っ張ってくれて、それでバイスプレゼントでね、給料こんだけでって言って、一応ね、サインしてもらったんですよ。もうほっとしてね、これでメンツだと思ってた。ほんでもう会社に伊藤忠に辞表を出して、もうニューヨークからノースカロライナに仲良いしょでね、まあ、だけど物価は安いから家ぐらいせめて大きな家にしてしないと家族も、神様なんか幸せなわけがないですよ、ね。ものすごい心の底では怒ってたと思いますけどね。怒ってたと思いますけど、つまらない弟と結婚して損したと思ってたと思いますけれども、まあまあそう思ってたら、どうもその会社がね、やっぱりカナダ本社ですから。日本、僕はやっぱり売りは日本を知ってるっていうことですからね。でそれを私は雇ったのも、これから日本も商売やっていかないからこいつを取っとこうということで取ってもらったわけですから、事業部としてはね。ところがそのカナダの本社は、事業部がお前なんでそんな事業部なんかそんなことはわしらの仕事だち、日本人なんか取っておかしいんじゃん、何しようとしてんだと、こういう気持ちがあったんですよ。なんかちょっと揉めてるのが分かるわけです、ね、これ大体私も長く仕事やったり、これ事業部が勝てるわけないと。そうするといでもね、なんかあいつ取っちゃったけど、使い道ないなということになりかねんぞと思って、だんだん心配になってきたんですよ。あれね、私一人なら何でもいいけど、子供三人、ね、いるんでしょう、小学校、幼稚園、小学校、中学校ですか。それで、ビザだってね、どういうふうになるかわからんし、あまりに生活のリスクが大きいんでね。で、まあ、いろいろ考えたら恥ずかしかったけど、本社に電話して、いや、実はもう辞表を書いちゃったんだけど、辞表取り消しっちゅうの。
大丈夫でしょうかって、あり得るんでしょうかって言ったら、ちょうどね、御社の方はね、新しいことをやって人材が足らなかった時は、ああ、いいよいいよ、どうなの、帰ってきなさいよと、まあ、言ってくれたんですね。それで、まあ、恥ずかしいけど、まあ、しょうがないと言って、いっぺん出した辞表を取り下げてね、すもすもと日本に帰って、これ相当屈辱的ですよ。相当屈辱的だけど、やっぱり家族守らないかんしね、まあ、しょうがないなと思って、もうボロボロになって日本に帰りましたよ。まあ、そういうことでね、いろんなことをやったけれども、まあ、苦しみの方が多かったですね。それが、まあ、ちょうど伊藤忠の半ば、20代、30代から、まあ、30代の終わりから40代、50代に近い頃までの、まあ、苦闘の歴史であります。今日はこのぐらいで。